おはようございます。9月3日ですね。今8時前です。で、今日、ストレッチだけ終わったんで、腹筋からやっていこうかなと思います。いつもと同じルーティンですね。腹筋終わった後、胸トレですね。で、全部で、8時半までには終わろうかなと思ってます。じゃあ、やっていきます。いつもの分子タップですね。はい、やっていきます。50。はい、最後ですね。50。1,2,3,4,5,7,8,9,10。はい、おしまいです。てな感じです。
これが自分の、鉄板腹筋メニューです。これをね、一時毎日やってました。はい、腹筋いたたたです。ということで胸トレです。今日またこんな感じでしょうか。ちょっとすみません、長めなっちゃってますけど、いつも編集してなくてごめんなさい。ということで、これが10キロと5キロがついてるんですね。でバーが5キロで35キロで、若干ちょっと軽いんで10キロ、5キロ2枚出して、45キロですかね。バーを5キロで換算してます。実際ちょっと何キロあるか知ってないです。調べればいいんですけど、はい、ということで、これが昨日無理くりですね、32回でした。ということで今日も32回あげれたらいいなと思います。でセーフティーがね、当たらないところまで上げ下ろししたいんで、一回でもカチャンと当たってしまうと結構なんかパワー持っていかれるんで、だから結構頭の上からね、ラック下ろすような形になっちゃうんですけど、はい、じゃあそれでは、結構、ね、ギリギリ調子よくないとなかなか30回上げれないんですけど、はい、やっていきます。なんかセンターがずれてるような気がしてる。では、はい、行きます。はい、なんとか、33回ですね、昨日よりプラス1回上げました。ということで1分半休憩します。昨日肩でしたけど、久しぶりなんか肩っぽりね、僧帽筋に肩っぽりみたいな症状が出て、筋肉痛でもなく、朝の今通勤電車の中で一生懸命自分で肩揉んできました。まあそれはそれでなんか効いてるのか、なんかそんな感じです。今はまだね、仕事の方も今日は9時前に出発ということで時間あるんですけど、これから先どんどん忙しくなってきて、会社ね7時出発とかになっちゃうとなかなかもう朝に起動する時間もなかなかできにくいのかなと思ったりします。まあその分ね、きっともっと早く起きて今度は自宅でね、できたらいいなと思うんですけど、そこまで
ちょっとパワーあるのかなどうかなといったところです。ちょっと久しぶりにインクラインでダンベルのベンチをやれたらと思います。これがちょっとレッグエクステンションの棒が刺さったままなんでね、ちょっと邪魔なんで抜きます。誰も動いてなかったです。1分半経ってるかと思います。まあちょうどここだとエアコンも効くし、早く家を出たらその分の電車も空いてるんでね、今がこの時間が一番やりやすいです。ただ自宅は自宅でね、いいとこがあって、アフローラーがあるのと懸垂がね、しっかりこの間もちょっとここでバーの四角いフレームを掴んでやってましたけど、やっぱりちょっとなかなかやりにくいんで、懸垂やっぱりしっかりと握りやすい懸垂でやる方が、気持ちいいですということで、これ片方20キロです、20回ぐらい上がるかな、一回やってみます。24回でした。ということで、これ今日のメイン種目にしたいかなと思います。で、これはあとじゃあ見せてやって、全然やってない、このなんて言うんですかね、あんまり力入りにくいんで、ね、当時肘も痛かったんでやってないんですけど、その後久しぶりにそのベックベックっていうんですかね、それを久しぶりにやって終わろうかなと思います。本当肘が、ね、ずっと痛かったんですけど、やっぱり何にもやっぱりねしない方がいいのかな、ちょこちょこやってたんですよね。やってるとやっぱりぶり返すんで、しばらく1ヶ月2ヶ月ぐらいもう変わるやめてました。そしたら気がつくとね、あ、全然痛くなくなってるということで、この間久しぶりにやったんですけど、そんな感じでこれも太いし、やっぱり肘が痛かったんですけど、久しぶりにやってみようかなと思います。で、肘は治ったんですけど、今この膝がちょっとね痛くて、この間一回ひどい時はね、これなかなかビッコ引いて歩けたぐらいなんで、普通に歩けないんですけど、今も若干ちょっと膝痛いんですけど、まあ、ということで、もう足で完全に、ね、肘が、何もしないと治った状態なんで、しばらく足もちょっとすっとばかして、何もしないということで、しています。はい、結構半経ちました。さっき24回だったんで、20回ぐらいの目標でやっていきます。1セット目もね、20回ぐらいでやめようかと思ったんですけど、はい、限界までやってみました。
全く20回できなかったです。15回でした。 あとラスト1回です。この間ご視聴者様からコメントをいただいて、ダンベルのベンチとバーベルのベンチどっちがいいでしょうかねみたいなコメントいただいたんですけど、全然気化したり、筋肉肥大とか全然どちらもいいのかなと思います。ただやりやすさで言うとやっぱりね、軸がつながっているバーベルの方がやりやすいのかなと思います。ただじゃあダンベルはというか、ダンベルも全然、ダンベルの方がなんか逆にね、効きやすいのは効きやすいのかなと思ったりします。深く下ろせるんで、ただ深く下ろして肩関節とかがね、痛くないっていうことが前提ですね。やっぱ人によってはね、動き硬かったりすると無理に下ろしすぎると変な負荷がねかかったりするんで、そこだけは気をつけてほしいかなと思います。自然な形でね、下ろしていけて違和感なく力が入れると、で手幅とか脇の幅とか手首の角度変えてみて、一番胸に効きやすいところ探せるんで、そこでちょっと気持ち縮めながらでもね、上げていくとかなりよく収縮感が出ていいのかなと思います。で、適正負荷はですね、やっぱり普通の初心者の方だったらやっぱ普通10キロしか持ってないのかなと思ったりします。自分も初め10キロのダンベルしかね、ワンセットしか持ってなかった。あとの後50キロセットだったか60キロセットのね、イージーバーと一緒になったものを買ったんで良かったんですけど、あともちょっと軽すぎないというのもね、ポイントかなと思います。あと危ないんでね、どん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 重くしていくと、自分もたまに30キロで、ね、やったりするんですけど、いつも怖いなと思いながらね、顔の上に上げて思いながらやってます。だから40キロと上げる人とかね、すごいなと思って、いつもね道路見てたりします。で、最後ですね、15回の8掛けで12回ぐらいで、はい、目標でやっていきます。15回できました。はい、胸がパンプしたのかよ。こんな感じですね。一回見てみようかと思います。はい、実は久しぶりですね。結構短時間とかサボってたというか、同じ部位の例えば胸だけね、複数種目あんまりね、1セット目2セット目とかも やってなかったんで、結構疲労が来ているような状況です。はい、これで上げます。ちょっと上がったかな。はい。で、これでそのあんまり普段やってなかったスライドとか収縮とか短関節運動ですね。それやってみようかなと。一回どけます。重いです横着すると怪我の元なんで一個抜きます。タイマー入ってなかったです。これがジム行くとね、マシーンでやるとピン刺すとか抜いたりするだけなんで、この辺がセット前がね、手間がないのが、ジムがいいところかなと思います。
休憩ね、こうやって兼ねてるんで、まあ、それもそれでいいのかなと思ったりしました。で、こいつですね試しに動かしてみます。ちなみにこのピンをね、入れ替える、上のピンを入れ替えるときにプッシュ、プレスでやることもできます。これ、今、独立してるんですけど、ピンをこうやってワンタッチ外すことによってマシンですよね、こういう普通のプレス系のね、運動ができます。フリーウェイトのやつね、落とすとかないんで、マシンなんで、マシンのいいところとして最後の限界の限界まで、押すことができますと。これはあんまりやってないんですけどね、ウエイトがね、いっぱいつけるのがね、結構ね、重くてもね、結構押せちゃうんでね、プレート何個も何個もつけるのがちょっと面倒でやってないんです。ただ効かないからやってないというわけでもないんで、たまに時間あるときやれたらいいなと思っています。今、実はプレートぶら下がってて、後ろにね、ちょっと赤いの見えてます。これ15キロです。だから2枚入って、ね、30キロで1回やってみます。向こうが忘れてました。はい、セットしました。肘が痛いときはね、この方がマシだったんで、これでやってました。はい、胸張って、でも本当なんか足をやらないってすごい気楽ですねずるいですよ。だからいつまでたっても苦手で、足しっかりちゃんと反応しないいつかはね、しっかりね、足できたなと思います。負荷軽かったから、ね、息もそんなに上がってないです。息が落ち着いたんで、はい、早速始めようかなと思います。取ります。なんかやっぱりね、ちょっと体に無理あるのかなんか、はい、まあ、シートの高さとかがね、変えれないんで、ね、ジム行ったらね、こういう器具ってシートの高さだったらね、変えれるんですけど、まあ、その分こんだけパッドの幅がね、広いんだと思います。途中でね、やっぱりなんか遠のいていって力がなんか入りにくい局面で位置があって、まあそういうのもあってね、しっかり疲労はしてるんですけど、まあそんなにメインの種目ではないですね。メインはやっぱり普通のベンチであって、でやっぱりインクラインのベンチ、もしくは
ダンベルですね。それやって、かつ、なんか腕立てですね。その方がやっぱり好きですし、しっかり、ね、追い込んで、疲労たっぷりできるんで、腕立てやって、それでもまだ5種目とか6種目したいんだから、この5種目入ってくるかな、そんな優先順位です。だからやってる種目って実はもうオーソドックスな、まあ、若いですね。毎回、同じことをやってます。じゃあ、3セット目いきます。でせっかくなんでね、ウエストして押してみようかなと思います。20キロプレートが、ね、ちょっと置いたままになってるんで、これを足します。で、何キロだというと、今が、もともと15キロが入ってたんで、80キロですね。ウエイト自体は、80キロ、40キロずつつきました。一回どんな感じで、ね、押せるのか、意外とね、80キロでは結構押せちゃうんですね。だからね、ジム行くと結構ピンチがね、かなり下でね、すごい負荷かかってやってるなと思って、意外と動いてたりするパターンですね。じゃあ一回押してみます。本当に久しぶりですね。何回できるかっていうところです。そっか、ピン入れてないです。はい。はっ。あ、お、違いました。ピン位置、こっち正解です。はい。せーの。意外とスッと動くんですね、これが。最初のベンチと同じ30回やりました。最終的にはなんか肩の後ろの方がなんか、疲労してきたような感じでした。ということで、今20分回ったところです。ちょっと早いですけど、これで今日は終わろうかなと思います。はい、いつもお付き合いいただいてありがとうございます。はい、今日も現場に行ってこようかと思います。はい、それではご案内に